だとしたら駐留軍がいるってことだろ。私の一斉出撃する前にイナモロスに連れてくる。この化け物を止める方法はあるのか。上部にあるレーザー砲のエネルギーを逆流させれば自爆するはずよ。レーザー砲にもたってソラが一斉するのは自殺行為だ。ダイブに侵入するルートはないのか。エンドロンズ奴の腹に穴を開けてやる。それが連邦のゴキブリどもが邪魔で攻撃できません。そいつは俺に任せろ。昔からゴキブリ大将が得意だ。 クレイロンはレールガン部隊を狙っているわ。レールガン部隊が全滅するまで回避してね。了解。こちらはレールガン部隊。歩道橋から援護を頼む。やばだ、撃ちまうぞ。 死んだぜ。 セントラルビルに到着した。駐留軍の救出へ向かう。まだワイヤーガンの射程外で穴の下まで工作兵を連れて行って。
ったが敵に囲まれて動けない。援護を頼む。今度はクレイオンの砲弾で動けない。
目の前のリングの中を進んで、ただし流れてるエネルギーに当たると即死よ。
エネルギーラインをつないでるってわけだ。接続部を破壊すればエネルギーが逆流して自爆するはずよ。了解。整備用の昇降ルートがある。ちょっとしたロッククライミングだな。